白、東治は、李氏朝鮮時代後期の武官である。本願は、水原白氏。意味名は、東治。まお字は英宿、永祝。号は、強才、またはの代。李徳茂や牧聖家と共に、武芸図普通史の編纂に参加した。1743年に誕生したが、祖父が諸子の身分であったため、身分上では低い立場にあった。金太犬の息子で、 剣戦の異名を持つ根校沢に指示して剣術を収めたほか、銅かや伝統的な異端術、一万一致に備えて技術も学んだ。青年期は学問よりも武術に熱中したが、幸いにも、牧師源、李徳茂などが友人として周囲にいた。創年期には学問に志を置くようになり、牧師源や生大中から武として文を成し遂げたとの評価を受けた。 1771年、式年未の陛下部下に合格したが、身分上の理由や縮層時代以降から頻繁に行われるようになった一万家の影響による人材型のため、朝廷は官食不足状態であった。その中で官食を得ることができなかったため、1773年、貧困を理由に家族と共に、官所を離れて、江原道麒林郷に行き、そこで、 農業や牧畜をして暮らした。落白の時代を経て1776年、清祖が即位した年に、聖区本、福塚祭サムに任命され、1787年周春英の召喚に就任。翌1788年後衛町召喚に就任した。1789年、 文寸文章に任命された後、章遊栄章館を経て4月より、新しい武芸章を編纂せよとの清祖の命令により、県所館であった、李徳茂や牧聖家と共に、武芸図普通史の編纂に参加するようになった。武芸図普通史は、翌1790年に完成したが、この年には副市直を経て、6月3日より、訓練主母に任命されている。 翌1791年には、訓練法案に、さらにその翌年の1792年には、中聖堂美佐市人試験の見館を務めた。1795年、営業宮講師の就校単身を祝って聖祖が、宮中で開催した新選の際に、小遊英将官に復帰、訓練先生に就任した。翌1796年には、長高校の主母に任命された。 1802年には、平安道広川の群れ守るに任命され、合わせて和武者となった。1806年、当時の両義制であった李陛下多義が、関西地方において汚職があったことを挙げ、白、安ずまを遠方へ停廃にするよう進言した。純粟はこれに応じ、白、安ずまは、継承道誕生権に、停廃されたが、後に許されて1810年には、 軍旗複製に任命されている。1816年、74歳で死去した。貫津の絵家に関与して、拷問の末に生命を落とした、造庫総藩書、中小工事路地の彦であり、白、直家の孫にあたる。父は、摂政将軍で、行竜城栄福森軍でもあった、白氏広氏であり、李徳茂は、義理の叔父にあたる。ありがとうございます。